チベットの声とは1992年5月14日にノルウェー人権ハウス、ノルウェーチベット委員会、ワールドビューライツの3つの NGO によって設立された放送局でチベット亡命政府の立場を代表するラジオ局とされている。放送局はチベットと中国、インド、ブータン、ネパールを受信対象にしている。現在は米国民主主義基金から資金を受けている。 2013年にボイスオブ・チベットの編集長を務める天神パルドンボイスオブ・チベットの目標は、チベット人の生活、文化、イベント、チベット国内及びチベット亡命政府全体の問題に関するニュースを提供することであるとしており、ダライ・ラマの最新の声明を放送している。放送プログラムの一部は中国人リスナーを対象としており、 中国の中国民主化運動について報告している。彼らは環境問題、ヘルスケア、そして地球規模の問題についての報告を載せている。チベットの声の放送はインド用、ロシア、中央アジアの送信機を通じて中国とチベットに届いている。PRC はチベットの声の放送を中国共産党はチベット人に届けないようにジャミングしており、 長子が困難な状況になることがある。以下の目的があるとされる。ありがとうございます。